さて、車はワイキキからかなり離れた田舎町カアアワへ。のんびりとした景色と美味しいスモークバーベキューの味とは、ハワイトリップ2018僕の好きなハワイエピソード13始まります。で着くと思うんですけども、クアロアビーチパークへ行ってちょっと一休みします。その後アンクルボボ、はい、その後はアンクルボボというイベント。すごいやってるんだろうね。はい、クアロアビーチパーク。あー、ちょうどいいんじゃない、こんな晴れてて。クアロアビーチ、おー、気持ちいいぞ、きっと。ちょっとここで海を見て休憩してきます。クアロアリージョナルパークはクアロアランチの真向かいにある広大なビーチパークです。この辺入っちゃいます。はい、到着です。クアロアビーチパークに到着しました。ちょうど今12時頃です。お天気が最高に良くなってきました。4日目にしてやっと綺麗な青空が見えました。これからちょっとビーチを見てきます。さあ、行ってみましょう。で、このね、木陰に入ると涼しいのがハワイのいいところ。今日は風が結構強いので全然暑くはないですね。湿度はちょっと高めかなと思います。このところ雨が多かったんで地面とか結構湿ってるんですよ。そしてこのクアロアビーチパークから見えるコオラウ山脈の山が最高だね。美しすぎる。それではしばらくの間、美しいビーチパークの風景をお楽しみください。
はい、クアロアビーチパーク出発します。はい、ここはどこをどう撮っても綺麗にしか映らない公園です。最後にもう一個、最後にもう一個絶対飛ばせないように作ってある。はい、公園出発しました。じゃ今度はね、ちょっとあの海沿いの海沿いを走るところに行くので、その路肩にちょこっとだけ車止めて、お海を見たいです。この辺はいいかな。温めます。通りかかると必ず車を止めてしまうスポット、道路のすぐ横が海だなんて贅沢すぎるドライブコースですね。川という田舎町のアンクルボボズさんに到着しました。ではお店に入ってみたいと思います。アンクルボボズはワイキキから車で約1時間半ほど走った小さな町川にあります。ゆっくりとした時が流れる田舎町、そこで味わうスモーキーバーベキューのお味は。では裏口からお店に入ってみましょう。今年はアンクルボボズさんやってました。ただちょっとお腹空いてないんで1個だけ頼んで3人でシェアです。さんのポテトが来ました。美味しそうです。いただきます。揚げたてなんで熱々のサクサクですごい美味しいです。はい、こちらがバーベキューポークリブです。バーベキューポークリブすごく柔らかい、脂っこくないですね、何にも、美味しいです。アンクルボボズさん、美味しかったです。また来ます。はい、あどー、美味しかったです。ありがとう。また来ますよ。はい、絶対来ます。嬉しい。ビデオです。ビデオです。ビデオです。すごい。 OK。 はい、どうもありがとう。隣は郵便局になってました。
川ビーチパーク、お店の向かいにあるんですけど、そこのトイレが使えるそうです。うん、奥が男。はい、行ってきます。あれ、電話の受話器が見事に壊れてます。じゃあトイレ行ってくる。トイレから出てきたらね、ものすごい綺麗なコーラル山脈、そしてアンクルボボツさんとセブンイレブンが見えたんです。これは綺麗ですね。山と海に囲まれた小さな町カーワ、いいところでしたよ。今度はアンクルボボツさんの隣のセブンイレブンちょっと覗いてみます。完全にローカルの旅です。ハワイのセブンイレブンです。何これ、パイナップルサワーベルト、カー用品もちょっと売ってんだ。ペットフードもあります。ネネフネウォーターもあります。のお菓子、ひまわりの種だ。ジャーキーとかスナック類ですね。スラーピーは、あ、どれも大丈夫そうですね。はい、これ、うん、あ、Thank you。 はい、いくら返せばいいんだっけ。あ、いいよ。いいの。バイバイ。 Thank you。 Thank you。 あれ、すごくいいところでした。はい、アンクルボボズさんを今出発しました。すごく優しいご夫婦で良かったですね。美味しかったし、うん、はい、奥様が日本人、そう、奥様が日本人の方で日本語を通じる方なので、もちろんですけどね、オーダーも日本語で OK です。はい、とても親切な優しい方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また絶対聞きたいと思います。でも味はアメリカです。はい、そうです。日本っぽい味では全くなかったです。アメリカを感じる味でした。で、これからですね、今来た道を戻りつつ、今度リケリケハウェイを走ってワイキキへ戻っていきたいと思います。では安全運転で行きます。お願いします。ワイキキから遠く離れた小さな町カーワ、いかがでしたか。ワイキキの都会とは真逆の田舎町は、時間の流れがとてものんびりとしていて、本当に心癒されるところでした。さて、話は変わりますが、今テロップの中央に出ていますブラルというサイトをご存知ですか。ハワイ動画を地図から探すことができるとても便利なサイトです。今ブラルはハワイ系 YouTuber が続々と参加中。動画説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。では次回エピソード14でまたお会いしましょう。 Thank you for watching. マハロアフイホー。